ユナイテッド航空389便墜落事故はアメリカで発生したボーイング727最初の航空事故である。ユナイテッド航空389便はニューヨークのラガーディア空港からシカゴヘア国際空港に向かう国内線であった。当時は夏の白母の酔いの入りの状況であった。389便は着陸に向けて 航空管制から巡航高度35000フィートから降下した。侵入管制官は高度6000フィートで高度を維持せよと、この高度で水平飛行して待機するように指示されていた。しかし389便はなおも降下を続け、現地時間の21時21分に空港から45キロメートル離れたミシガン湖の湖面に激突した。 搭乗者に生存者はいなかった。なお、事故機は導入されたばかりであり、飛行時間わずか611時間で喪失した。事故機に装着されていたサンハリ式高度計航空事故、調査委員会は、389便のパイロットが、航空管制から指示された6000フィートでなぜ水平、飛行に移らなかったかについて、合理的な説明はできないとして、原因不明とした。 そのためこの事故は、機体には異常がないにもかかわらずなぜか事故に至ったという、クフィットのカテゴリーに分類される。公式には不明とされたとはいえ、原因についてはいくつかの主張がされている。その一つに、パイロットが高度計を誤読した人為的ミスという説がある。これは、事故機に装着されていた高度計がサンハリ式であった。 ため、航空管制から降下を指示された際にすでに6000フィートになっていたにもかかわらず、1万の針を誤読し1万6000フィートと認識し、さらに降下を続けたため激突したというものである。同様の誤読による事故が、イギリスで実際に発生しているため説得力あるものとされた。しかしこの説に対しては、乗員たちは、 ケーキだけでなくコクピットの窓から外を視認でき、迫り来る水面にも気づくはずではないかとの疑問も提示されている。また激突前に空中分解したとの目撃証言もあったが、重要視されることはなかった。なお事故機のフライトデータレコーダーのケーシング部分は回収できたものの、記録メディアを含むデバイス内部が回収できなかった。 これにより事故機の最後に関する情報が得られなかったことも事故原因究明が困難になった一因でもある。この事故の翌年2月に日本の東京湾で同系機が同じ着陸侵入中に墜落する事故が発生したがフライトデータレコーダーが装備されていなかったこともありパイロットミスを示唆しつつも同様に原因不明とされている。ありがとうございます。